皆さんこんにちは。星の写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。どうも。今私は阿智村の朝市広場っていうところに車を止めて車中泊これからするところです。今日はですね、阿智村さんと、グーパスさん、カメラのサブスクのグーパスさんがコラボレーションした星空撮影会があって、それに私が講師として呼ばれて、その撮影会の後、朝焼け、絶景の朝焼けと雲海を撮影するっていう企画なんですね。今で外ですね、めっちゃ雨降ってるんですよ。だから星空撮影会は残念ながら雨が降って全然撮れませんでした。だから私が3時間ぐらい喋って終わったんですけど曇った時の方がね、こう普段喋んないこと喋ったりするんで、まあお客様にはご満足いただけるように頑張ったんですけど、まあ、その後ですね、仮眠を取って、朝の4時半ぐらいかなにあっち集合してゴンドラに乗って山頂に行って朝焼け雲海を狙うっていう撮影プランです。で、雲海が出るその要素っていうか条件ってまあいろいろあるんですけど、まず今日ね結構良さそうなんですよ。まず昼間がねすごく晴れてて暖かかった。で今雨が降っている。で水分が水を吸う。で明日の朝は午前中は晴れ予報で気温が下がる秋なので、寒暖差が激しい秋なのでね、雲海が出る条件が結構揃ってるんですよね。風も弱くて、だからもしかしたら面白いことになるのかなと思って今慌てて動画を記録しています。で私はここからここで3時間ほど仮眠を取って、その後ゴンドラに乗って朝焼けに絶景を撮りに行くと、お客様とみんなと一緒にね撮りに行くっていう、そういう流れです。さあどうなるかななんかこの映像が使えるようになるぐらいの素晴らしい雲海が出るといいですね。じゃあひとまず休むわ。お疲れ様でした。じゃあおやすみ、バイバイ。おはようございます。ヘブンスソナハラに種は来ております。真っ暗で見えないね。これからゴンドラで上に上がる予定なんですけど、行けそうよ今日。あ、もうみんな集まってる、もうみんな集まってる。おはようございます。ちょっともらってない方いらっしゃいます？じゃあ行きましょう。はい はい、人がすごい、結構人多いですね。みんな雲海見に行くんだやっぱり。うう寒いですか？山頂もっと寒いですけど大丈夫ですか？ちょっと何名ですか？あ、この辺みんな一緒です。あ、そうですか。はい、残り4名さん、まず4名さん、はい、横1列並んでください。黄色い線お願いします。はい、行きます。写真撮ってる。気温寒いですね。うん、だいぶやっぱり大丈夫ですか？すごい不安そうすごい不安そういいぞーす。よいしょ。あ、すいません、無理だな。山頂到着。見えてるのか？見えてます、見えてますね。北斗七星。あ、こんなだった、こんなだった、懐かしいな。こんなだった、こんなだった。フェイス、もう一回ゴンドラ乗るみたいですね。うん、さらに上に行く。大丈夫ですか？真ん中がいい。大丈夫ですか？ナイス。あ、痛い痛い痛い、危ない。
大丈夫ですか。寒いな。まあ、自由に撮影できるタイミングで上の展望台とかもありかな。結構皆さんいる。あ、ここにもデッキがある。あ、もう雲海すごいよ。雲さん。もう本当だ。すごいよ。うわ、やば。上げて、はい。どうも。よいしょ。雲海やべえ。あらー、やりましたね、やりましたね。すげえ。すごい。ふう、うい。めっちゃ雲海出ました、うん、いやーよかったよかった。50ミリぐらいっていいですね。そうなんですよ、焦点距離変えるって。本当はズームレンズが一番いいですよね。なんか特にこういうタイムラプスの撮影だと、あっちでこう色変わったり、あっちでなんかモコモコしたりとか、いろいろ起こるんで、1台はもう自分の場合はその広角で固定で定点撮影して、もう1台は焦点距離変えたりレンズ向ける向き変えて300枚ずつ撮ってるみたいな感じでやってるんですけど、うん、いやーよかったよかった。昨日星撮れなかったけどよかったよかった。めっちゃカバン汚れちゃった。これ高かったのに高かったのに悲しい。いや、星は取れませんでしたが、見事な雲海が取れました。大満足です。楽しかったですね。楽しかったですね。生丸お疲れした。生丸お疲れした。生丸お疲れした。あの、このあちむらさんとグーパスさんの撮影会またあの企画するそうですので、また呼んでいただけると思います。その時は次はね、星取れるといいですね。じゃあまたリベンジしたいと思います。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイしたっけねー。ほい。雲海ありがとう。ちょ、まだ雲海が終わらない。帰るタイミングがわかんない。結構スリリングですね、これ。行くとき暗かったから全然わかんなかったですよね。明るいと怖いなって。